お疲れちゃんスラットし、今日ですね、ミラー発線道8日目やっていきたいと思います。ということで、こちらね、バルーン型今日はやっていきます。というのもですね、前回、ユードの枠をランバーにしてね、やってたんですよ。で、ウッドかな？そしたらコメントで、ランバーならね、ディガーバルーンでいいんじゃない？みたいな、コメントいただきまして、その通りだなと。思いました。なので、さかなくんだったかな、さかなちゃんだったかな、コメントくださった方、あさましたということで参考にさせていただきね、今日こちらバルーンでやっていきたいと思います。現在63ですね。なんでまあ今日64ワンチャンの65を目指してやっていきましょう。さあ九州博多支部最弱です。これあれだ、ケンちゃんのとこだ。ライクさんのサバカがねいるところっすね。多分ケンちゃんっていうライクさんのサバカがあって九州博多支部にいた気がするんだよな、俺の記憶が正しければ。九州博多支部のケンちゃんだった気がする。さあということでディガーエルゴブなので、まあウォールブレーカー系は結構濃厚になってきそうですね。でファイボだったらウッドがない、まあボムのトルネファイボウォールブレーカーワンチャン。いやーこの、あー全然違います。いやー今のはどうだろうな、バルーン飛ばしてもいいのか、際どいとこですね。さあ、ディガー、ちょっとわかんないですね。ワンチャンプリンにディガー飛んできたらキング起動したいですね。ムート縦線。いや、マジなんだろうね。槍がいて。ウッド、あー、そっちか。これ、結構だるい方。ハンターのやつかな。単純にハンターの、おー、ディガーとかだと思ったら、迫撃砲？迫撃ディガーか。あー、そっちでしたね。さあ、迫撃ディガーのムートエルギャング縦線、ガゴムレファイブウッド。ということで、対空はガゴムレとヤリゴブかな？縦線がいて、はいはいはい。まあ、コウモリがいないのはでかいかな。槍はトルネでしばきながら、ガゴムレももうトルネでしばく以外の選択肢はないので、でもこれはちょっと美味しくて、僕からしたら。よいしょ。いやー、いいね。槍ゴブとかだ。いや、でも、頑張れる。ちょ、頑張ってほしい。さあ、これ、金起動しちゃおう。緊起動してちょっと痛いけど、まあこの後からかな。迫撃砲の息が意外と渋いっすからね僕。よいしょ。さあここはランバーでタゲを取りながらのこのヘッポコプリンで頑張れるか。いやー頑張れない。さあちょっと待って、痛い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 けど、待って待って、一発入ってる、もしかしたらあれガゴムレがさ突破できないっていう。でもこれ投げとくみたいないっぱい投げてあと祈るプランはね結構あるな。さあで次ですね、ここは1周目で無理なのでこの次のランバルが普通は刺さるんですけども、普通は刺さるんだけども、どうでしょうか。よっしゃ来た、さすがにコウモリの群れ。おい危ないっすね、マジでバルーンだとね、なんか雪玉とかさ LSP とかそういうのが欲しくなるですけども、スケとかはねワンチャン LSP にとかって思うんですけど、ワンチャン、まあ、それぐらいならいいか。あのやっぱプリントルネミラーをね残したいんですよ僕はね。わー端前 LSP クロスやんこれ。これ俺違った、端前 LSP やるってのダックプリはなんだろうね。損でしかないけどな、何のデッキでも。メガゴ？え待って、何これ、プリンがないで普段に。端前 LSP 一緒ダックプリメガゴ、
なんだ、ああロイだな、ロイしかないです。さあロイジャイ君来ましたね。いやロイはまあランバーが頑張ればぐらい。さあでここでランバーあると熱いんですけど、いやもったいないな、これライト打たれて、言ったらバカード取ってるので一旦暇しながらのメガゴぐらい裂いてくんねえか。お、メガゴ裂いた、熱い熱い熱い、これは生き得、生き得、生き得だけど、エレキか、エレキタイプでしたね。さあレジ落ちて、コウモリは1体だと頑張れない。メガゴ、お前何やってんだよ、痛すぎ。いや今のメガゴガチ痛いな。あーウッドハルンかいってさっきあったね。うんうん、いやーこれはいやエレキがやばいね、エレキがめっちゃ強い。うーん、コウモリ踏めるし、まあ、悪いにも強いし、まあでも僕は耐えかな、ここ一回一回耐えなきゃいけないっすね。攻めたくなるんですけど一回目は耐えっすね。さあうーん痛いけど耐える。いやでもこれ耐えれるならみたいなとこあるよな。さあいやーランバーよく頑張ってんなお前、いいね。いやーここエレキがメガゴで、メガゴです、ほいエレキでした。いやだがしかしみたいなとこない、逆にエレキ使ったら、いやーメガゴ裂いたんで、これライトニング防衛ですね。ライト防衛で止まるのかこれって、入るんじゃない、一発入らないんだ、マジかよ、今の入らないんだよ、痛すぎる。まあこれは生き得、エレキ読みおい一発気合がちげえ、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい、トリトン来る、いや耐えて耐えて、はしまいプリン、やばいトルネミラーだ、多分多分トルネのダメージなんぼ、頼む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 、吸ってくれよ、オッケー、あぶねえあぶねえ危ないね。いやもうこうなるしかないですから、ロイとかも施設とか入れたくなっちゃうからね、言っちゃうとね、そう施設入れれば防衛楽になる。さあ6400到達、いやいいね。でこの辺のカードも手に入ると熱いんですよね。僕他のカードがこれユニレベがね13がマックスだったから、ね、14が解放されてほぼ触ってなかったんで、もう全部13投げですよ。でチャンピオンも全然持ってないから、そうユニレベがねえんでね、他のカードを使いたくてもちょっと乾燥させなきゃいけないので、報酬もねありがたい。さあ韓国よろしく、スケラかな、スケラとかバルーンとかそんなイメージがありますね、トルネ。うん、さあでこのデッキはあのディガーがバルーンになったことによって結構防衛が前よりもさらに落ちてます。防衛力薄いけどさらに防衛力落としてるので、ってなった時に結構攻め攻めでいきたいですね。よいしょ、さあゴルナイ走られる、エクサポンプ、いやーでディガーを抜いたのでリボン壊せません、ハンターいないことを祈るだけですね。うん、あこれでもさ、え三重子じゃないのかな、これもしかしておいしいごちそうさまでーす、言って、うわ三種来た、いやこれは固めてあげて
まあプリン、まあタルタルだったらいいんだけどね、タルタル。今タルがないので悩むとこだね。まあプリンでいいや。さあ、強っ。三重師はそのあーメンチそういうこと。三重師以外がだるいねんな。三重師は別にそんなきつくないんだけど、三重師以外きついねんな。さあ転がして、まあ許容ですよね、多少はしょうがない。いいやんいいやん。で今回の相手対空がなさそうですね、三重師しか。なのでもうバルーンポーン行ってあげて近畿度させてもらって、よいしょ、もう一発、惜しい。いやこれはまあどうだろうな、相手のエリポン地獄にはまったら終わりそうだけど、このサイクルになると俺の方が有利そうな気がする。さあタル、あーこれでまた捨ててくるんですね、だから控えめでいいや。さあプリン、ちょっとだけだよ、三十種のダメージ許すの。いいやんいいやんいいやん。これもうバルーン行った時はさ、三十種出すコストなくて終わりやね、これこれ終わりやろおい、これ止めてみーやおい、2周目よし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 。今対空が限られてると、まあ、バルーンが強いよねっていう。いや、いいな。美味しかったな、今回のね。エリポンミラーさんしか。ね、ハンターとかガゴムレとかいると、また話は変わったかもだけど。さあ、ロキオンさんに。いや、めっちゃ順調じゃない？ワンチャン順位ついてないかな、そろそろ。さあ、アレクサンダー。GD。何の略だ、GD。グッドデイ。もうめっちゃいいやつやん。うわぁ、プリンスか。プリンスやだね。ジャイプリだったらやだね。何プリだ？ザップワンちゃん？キン。おい、さあ、ケツブリのステイか。あー、ジャイピーピーの香りしてんじゃん。ジャイピーピーはね、単純にもう、チンパンなんでね。ほんとに。誰がどう見てもチンパンなんですよ、これ。あ、これいらんかったな。うわ、もってえねえ。もってえねえ。今のもったいないサードだったな。くっそ。リガーが結構奥目に来てたな。いやー、ジャイプリは、まあ、ぶっちゃけ 1-0 にしたいけどね。2000守ればいいだけか。簡単じゃん。エレキメガゴだと思いますね。さあ、でエレキがね、ザップがね、おお、それは新しい。いやー、これ樽で守ればよかったかな。どうだろう、守んない判断じゃなかったかな。正解はさすがにメスル。今の相手のはね、ちょっといい攻めでしたよね。いや、守んないんだろうな多分結論ね。どうなんだ、いやー渋いなー、キング行くのかこれ。行かない気がするけどなー。いやー、キング行くのかこれは。いや、粘り
で、プリンはな、出してもな、ひよっこだからな、こいつ。いや、つい。めっちゃ強します。いや、エレキ。ザップ？ああ、ファイボー。まあ、そりゃそうなるんだよね。コップに入んで行かれんなよ。よし。うわー、かぶるか。なんかバルーンミラーワンチャンみたいな思うんだけどね。さ、ザップ使う。うわ、エリキ。いや、でも流れちょっとずつ良くなってる。一旦右からの左にもう一周ランバル？ワンチャンある？これ読んでる。いやでもワンチャンありそう。え、あれかい？どけ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 、道を開けろい。いかつ。いかつ。マジ？いや、ジャイプリ勝てないんですよ。マジで。勝てないんですよ、ジャイプリ。ちょ、待って、ワンチャン順位。いや、つかないのか。6-4、6-4でつかないの。俺、6-9ぐらいで、ラッターが順位ついてたのに。しかも、な、400、600とか。あれ？ 1000から順位ってつくの？あれ？ちょっと、無知すぎてやばい。じゃあな、9999からつくもんな。多分もうそろポテって順位がねついてくれるんですよね。さあ、今回の相手はちょっと変わったコカツ、ファイスピーコカツですね。あ、これはもう、はい、いきまーす。ロケティーナ大佐当たる？わー、いいエイムだ。足振りで稼いでおくか。さあ、コカツ対決しっかり打っと。五活対決じゃねえな。どっからどう見ても俺的五活じゃねえかんな。バルンです。プリンセス対決ですね。で、ファイスピ型っていうのはね、大砲なのかな？ちょっと特殊っすよね。普通五活は LSP、まあまたは ISP。まあ、ワンチャンにファイスピがいるけど、基本マイティとか、そういう時に限ると思ってるので、うん。そういえばバルーンのバカが解放されてさ、ランバル、このバルーンのバカでプリンセスってやれなくなったっけ。いや、なんかランバルやり得だと思ったんですけど、そんなこともねえの。やばい、待って、ヘナチョコした、ヘナチョコした、ヘナチョコしたけど、うわ、めっちゃうまいやん、お前ふざけんなよ。あー、つい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 、すごい、すく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 い。あー、うん。いやー、スケファイスピー、縦線でもないですからね。めっちゃ回転早い。めっちゃ回転早いロケコカツだな。縦線とかなんか変わってるかな。これはね、端前プリンとかで受け取くっすね。うわ、うまっ、うまっ。どういうこと？ガチで。ガチでどういうこと？ね、デームを合わせてロケを打ってくると。で、これにはじゃあどうやって対応するか教えてほしいな。テスラかい、せめて大砲であれ。いやー、これ渋いね。テスラやばいね。やばい。あ、でもこれ、あー、しっかりね。
テスラとロケね。しかも高回転になってんのがやばいんだよな、マジ。ロケネームむずくね。ロケネームバカむずいよ。お願い入れ。一発一発熱い。ねじ込み。ガチねじ込んでる今さっきから。さあ、こうもうこうするしかないかな。いやめっちゃいいプロやねこれ。来たルート強制、神業来た。うー、熱い。これこれ熱すぎるな。今のは神です。はい、ルート強制ですね。ユニットがいる場所にユニットを出して、ユニットを無理やり外にね移動させる。皆様真似してください。これだけで勝てます。熱っ。最後のやばくね。相手もえぐいね。なんかいいデッキだな。しっかりしてんな、おい。強いね、この辺が。順位ワンチャン？はい、つきません、ということで。いやー、マジか、今日、全勝だったな。これ、ランバーバルーンめっちゃ強いかもね。ディガより、めっちゃやりやすかった。ね。いや、なんか、他にもちょっとやるので、なんかあるかね。タク。ね、ゴレダクネとか。行き過ぎか。いや、ちょっといろいろね、やっていこうと思います。ということで、よければチャンネル高評価もね、お願いします。では、お疲れ様でした。またねー。